ひんやりチャンネル。皆さんこんばんは、ヒャンディです。2016年12月25日日曜日20時になりました。私キムヒャンディがお送りしているヒャンディのひんやりチャンネル、略してヒャンちゃん、第2第4日曜日の20時から30分間お届けしております。クリスマスが今年もやってきました。皆さんメリークリスマス、やっはーい。いやー、私ね、1年の中で一番好きな人言っても過言ではないぐらいね、クリスマスがもう大好きなんですよ。もう特に、イブではなく今日ですね、25日がもう本当に好きで、まあなんでかって言われてもわかんないんだけど、なんでだろうね、まあ、キラキラのイルミネーションとかさ、こう街で流れてるクリスマスソングとかをね聞くと、まあ、心がね踊るんですよ。しかもこう胸がねこうギュッと締め付けられる切ない思いもあるから、もうね、なんかね、もうよくわかんないんだけどね、いい、もう好きなんですよ。まあそんな日にね、私は今スタジオで、まあ一人でね、何をしているんだろうと思う反面、まあラジオを通してね、リスナーの皆さんとクリスマスを祝えるということがですね、とても光栄でございます。今日ね、ラジオを聞いてくれてる方どれぐらいいるんだろうね。どうせあれでしょ、ケンタッキーとかピザとかね、食べたりしてるんでしょ。いいね、ほんと。あ、ちなみにね、実は私高校3年生の時にですね、ケンタッキーに働いていた経験がありまして、土曜日だけの週1でラストまでの2時間だけ入ってたんですよ。まあだからなかなか仕事も覚えられなくて、給料もね、もちろんめっちゃ少なかったし、でね、こうクリスマスの日も予定がなくて出勤してたんですよね。寂しいね。で、こうお客さんの行列がまあすごくて、他に行くところないのかよみたいなことを思いながらね、こう私は永遠とポテトを袋に入れる作業をしてたわけですよ。懐かしいわ。皆さんはね、どんなクリスマス、クリスマスをお過ごしですか。去年のね、クリスマスはこうカップルのために歌いたいと思い立って、初めて路上ライブにこうチャレンジしたね年だったんですけれども、皆さんにとって、素敵なクリスマスになりますように。それではひゃんちゃんスタートです。20時からお送りしているひゃんちゃんです。先日ですね、韓国から帰ってきました。一人旅でしたがね、ただいまです。無事にオーディションも終わってほっと一息ついております。 BGM ぴったり。いやーね、一人で初めての海外だったんですけども、まあ初日はね、もうビクビクしまくりでしたよ。まあ言葉はね、ある程度通じるので、まあそこまで言うて心配はしていなかったんだけど、まあ、やっぱりね、こう日本がどれだけ住みやすい国なのかっていうのを痛感しました。まあサービスの良さとか人の対応とかかな。やっぱりね、こう日本が思いやりの国なんだなっていうのをすごい実感したし、韓国の人はこう結構ね、人にこうどう見られてるのかあんまり気にしない人が多いなっていうイメージで、まあ、もちろんね、どっちもいい面はあると思うんですけど、まあ、なんせ全てがこう日本で育ったね、環境を基準に考えちゃうから、びっくりしたことはね多かったですよ。まあ、その一つとして、韓国に到着をして、まず交通機関を使うお金がなかったんですよ。でそのお金がなかったから、まあ、空港でねちょっとだけ両替をしようと思って、両替所に行ったんですよ。でまあ受付にこう女性ね2人が座っていて、でこう私がこう目の前に立っているのにはね気づいているんですけど、何やらこう2人で、ね、こうずっと喋ってて、で私がこうお金を出しても私の顔を見ないんですよ。でこう何にも言わずにこう両替だけして、私にお金を差し出して、また2人でこう喋り始めてっていうのにね、本当にびっくりしちゃって、なんか普通いらっしゃいませとかさ、料金はいくらになりますとか、ありがとうございましたとかあるんちゃうんかいみたいなね、お客様に対してのサービスないんかいみたいなね、こうなんて言うんですかね、まあ、ジェネレーションギャップじゃないから、カントリーギャップみたいな、あ、カルチャーショックだ。まあそれがねついた早々だったから、まあショックで、私がねこれからこういう環境の中で生活をしなければいけないのかって考えたら、まあ初日にね日本に帰りたくなったよね。8年ぶりの韓国だったけど、まあ街以外はそんなに変わってなかったね。想像してた通り、バスの運転も荒かったです。
で、まあこう帰る日にはね、こうでも見事にさ、その環境に慣れてて強くなった気がしますもん。頼るところもなかったし、こう全部一人でこう探して判断しなきゃいけなかったから、まあある意味気の弱い私にはぴったりの旅だった気がします。はい。まあそしてね、さすが韓国、あのご飯はですね、見事にどっこも外れなくうましでした。結構食べましたよね。まあソーロンタンでしょ、カルビタン、フグスープ、アワビがゆ、かぼちゃがゆで、プデチゲ鍋、ヤンニョンチキン、いろいろ食べましたけども、その中でね、やっと食べれたのがサンナッチっていう、あのタコの踊り食いみたいなやつですね。あのずっと食べてみたかったんですよ。こう口にひっつく感じを味わってみたかったっていうか、まあ変わり者なんでね。はい。でまあそんな中で、あの皆さんにおすすめしたいんですけど、まあ、今回私がね一番おいしいなって思ったのが、あの私も初めて食べたんだけど、のがりっていう食べ物です。調べたらスケトウダラの干物なんだけど、日本だったらこう干物は焼くイメージじゃないですか。そうじゃなくて、あのその干物をね、こう油で揚げて、こう細かくこうハサミでこう切ってチップスみたいな感じにして食べるんだけど、なんだ雰囲気はエイヒレに似てるのかな。エイヒレを油で揚げた感じ。いやでもね、味はのがりの方が断然美味しかった。なんかすっごいカリカリして魚の風味もあるし、癖になるね味でした。美味しすぎてね、おかわりしましたよ。お父さんにね食べさせてあげたかったです。ぜひね皆さん韓国に行ったらのがり食べてみてほしいです。まあ居酒屋さんとかにしかあの置いてないかもしれないんですけどね。はい。まあ、今回行ってね役に立ちそうなネタは実はこれくらいしかないんですけど、干物っていうねすいません本当にまあ、あの今回はそのとあるねオーディションを受けるのと、あの打ち合わせが目的だったのでね、すいません。はい。でまあそれだけじゃなくて、実はね私にとったらサプライズがあったんですよ。韓国でとてもとても有名な、作曲家さんにですねお会いしてきました。あの音楽監督とかもされていたりとかして、まあ韓国ドラマが好きな方ならね必ず知っているんじゃないかと思うんですけども、韓国版の花より団子だったりとか、祝君の太陽、真偽、楽しい我が家、フルハウステイク2とか、まあ、たくさん有名作品があって、その OST をね、あの主題歌などを手掛けていらっしゃるオージュンソンさんにお会いしてきました。まあとある方の紹介でお会いしたんですけど、あの普通ならねもう絶対会えない方だったから、もう感激の連続でしたね。しかもまさかのそのオージュンソンさんにですねボイトレをしていただいたんですよ。もうありえないでしょ、嬉しいね。でまあ音楽スタジオでお会いしたんですけど、まあ最初にこう、まあ、夢とか自分の仕事とかいろいろ話をさせていただいた後にね、そこにキーボードが置いてあったんですよ。で私にこう弾き語りで歌を聴かせてくれっておっしゃって、マジ緊張みたいなね。しかもさ、まあ、自分のせいなんですけど、あの前回のねヒャンチョンを聞いてくださってる方ならお分かりと思うんですが、なんせ声がカスカスガラガラだったから、どうしようみたいな。でもやるしかないじゃない。こうだから全然出ない声を振り絞って出したんですよ。でも案の定、もっと大きい声で歌ってくれって言われてしまって、頭で分かってるんだけども出ないので、まあそれが悔しくて悔しくて、私も何しに韓国まで来たって話じゃないですか。であまりにも悔しいから、まあ、4月にねまた韓国来るんでリベンジさせてくださいって私が言ったんですよ。じゃあオージソンさんが、いや今からボイトレしてあげるよって言ってくださったんですよ。夜中のね9時くらいだよ。みたいな、ね、私はもうガッツポーズですけど、でみんなねお腹グーグー鳴らしながら2時間くらいねやってくださったんです。でもまあスパルタでしたよ。はいもう一回、はいもう一回みたいな感じで、で発声の方法を1から変えられました。じゃあね気づいたら、最初はねあんなにカスカスだった声がめちゃくちゃ出るようになってて、オージュンソンさん曰く声帯に負担をかけない方法らしくて、姿勢からね全部変えられました。まあ、私も途中こう酸欠を起こしそうになったんですけども、
それは日本のスタイルだぞ、韓国のスタイルにこう変えるならこういう風に歌った方がいいっていう風に教えてくださって、でそれがね喉が全然痛くならなかったの。神でしょ。でオージュンソンさんがこれのトレーニングを続けると、私のね歌を歌うにあたってのコンプレックスが解消されるから、1日2時間休みなくぶっ通しで練習しなさいって言われました。最初はねさすがにちょっと気が遠くなりそうだったんだけど、まあコンプレックスがね解消されるならいいじゃないですか。しかもその時にねオーディションで歌う曲も見ていただいたんですよ。で実はそのオーディションで私は前回のヒャンちゃんでも歌ったその中島美嘉さんの、雪の花かボアさんのメリクリをね歌うか悩んでいたんですけど、オージュンソンさんがいやその曲じゃなくてこっちの曲の方がいいよっていう風に提案してくださったんですよ。でその曲が小柳ゆきさんのあなたのキスを数えましょうという曲で、皆さんご存知ですかね。でそのね曲にした方がいいよって言われたんですけど、なんせオーディションの2日前だったんですよ今まで練習してきたものをどうしようみたいな、まあでもここまで来たからもう変えようって自分でも決心して、でその2日間、全く練習することなく、オーディションぶっつけ本番でね歌ったんですけど、自分が一番おためげましたよ。その時のねトレーニングが生きたのか、声量が半端なかったんですよ。で今まで受けたオーディションの中で一番コンディションも良かったし、緊張もしなかったし、結果云々じゃなくてもうなんか自分の中での満足感が満ち溢れてて、もうこんなにできたんだから落ちてもいいやっていうね初めての感覚でした。まあ、全てオージュンソンさんのおかげなんですけどね。もう私は今回オーディションのために行ったんですけども、まあ、オージュンソンさんにお会いしてね教えていただけたことが、まあ、一番の収穫だったし嬉しかったです。行ってよかった。マスク語っちゃいましたけども、韓国での出来事でした。20時からお送りしておりますヒャンちゃんです。さあ本日一つ目のコーナーに参りましょう。ギュギュッとしたくなる瞬間。このコーナーは、熱々のクリスマスにちなんで誰かをギュギュッと、したくなる瞬間を教えてくださいというコーナーです。まあ、これはねもう好きな人でもいいですし、こうなんか人の行為をね見て愛おしくなった瞬間でも、何でも構いませんさあそれでは1つ目いってまいりますか。本日もメールありがとうございます。1つ目、ラジオネーム匿名希望さんです。こんばんは。こんばんは。いつも楽しいお話ありがとうございます。ありがとうございます。本日のお題、ギュギュッとしたくなる瞬間。匂いにつられて引き寄せられてムニムニしてたらギュってしたくなります。というか噛みつきたくなります。考えてみればとても単純な衝動なんだなと思いました。トーク楽しみにしてます、というお便りです。匂いにつられて引き寄せられてムニムニしてたらギュってしたくなります。というか噛みつきたくなります。人か、これは人なのか、それともペット、それとも美味しい食べ物ですかね。なんだろう、匂いにつられて引き寄せられてって、なんだろう、好きな人の匂いにつられて引き寄せられてってことで、好きな人のこうほっぺたをこうムニムニしてたらギューってしたくなるってことかな。わかんない完全に私の妄想なんですけども、これ誰にねついて書いてるんだろうね。ちなみにねさっきディレクターのねガワチと話していたんですけども、基本男の人はですね、こう可愛いなって思った時とか愛おしくなったりとかにこうギュッとしたくなるらしいです。まあ好きな人限定だよね。なんだろう、でも女の人は、まあ、私目線ですけども結構、まあ、好きな人もそうだけど、そうじゃなくてこうなんか人の行為だよね、なんかありがたいなとか、見た時に、まあ、母性本能が働いた時な気がするね。
そう、ちなみにそのね、ガワッチのギュッとしたくなる瞬間を聞いたわけですよ、私。じゃあ飲み会で酔っ払った時らしいですよ。隣のね、女の子をギュッとしたくなるんだって。あ、でも補足、ギュッとしたくなるやつとそうじゃないやつがいるらしい。ひどいよねしかも最近そんな女の子に出会ってないらしい彼女募集中らしいんですよ、ガマッチ。やかましいわ、ほんとね私もね、ガワッチも本日クリボッチでございますあ、そう、クリスマスに一人のことをね、クリボッチって言うらしいよ。知らなかった、クリボッチだって。そう、見事に二人揃ってクリボッチですよ。すいません、余談ですけども。それではお次いきますか。ラジオネーム匿名希望さんですね。最近匿名希望さん多いですね。名前教えてほしいな。今回のお題、ギュギュッとしたくなるのは、機嫌よくて思わずダンスを踊っている奥さんを見た時です。キャンディさんは嬉しい瞬間、思わず踊ってしまったことはありますか、というお便りです。めっちゃ可愛いね、奥さん。なんで機嫌よかったんだろうね。でも機嫌よくてダンス踊るって相当嬉しいことがなかったらないよね。可愛いわ。まあ、ちなみに私が嬉しくなった時、踊ってしまったことあるよ。まあ特に10代の時だけど、あのアニメで鈴宮春日の憂鬱っていう作品があるんですよ。あんで、その作品の中にあのハレハレ愉快っていう曲がありましてですね、その曲中にこう結構可愛いダンスがねあって、でそのダンスを見た時に、私がこう平野綾さんがすごい好きなので、めっちゃ可愛いと思って、何かこう嬉しいことがあるたんびにそれを踊ってたんですよ。じゃあまあ踊るたんびに姉には気持ち悪いって言われてましたよね。気持ち悪いみたいな結構ね、重大ながらショックだったんですけど、姉に言われてからもう踊らなくなりましたよねはい、でもね、結構嬉しかった時とかは、私も結構体を使って表現するので、めちゃくちゃこの奥さんの気持ちはね、わかります。さあ、そしてちなみに私はあのどういう瞬間にギュギュッとしたくなるかなっていうのを考えてみたんですよ。で、まあ最近あったんだけど、まあ前回のひゃんちゃんでも話しましたけれども、友達がね、子供を出産しましてですね、ママになったんですよ。でそのママになった友達をね、ギュギュッとしたくなりました。先日その友達とご飯に行った時にですね、1歳3ヶ月の男の子をね、ベビーカーで連れてきていて、しかもお腹にはですね2人目もいて、で臨月だから、1月だから来月生まれるんだって。でそのお腹もなんだろう、大きい状態で1歳3ヶ月の男の子も抱いてる姿を見た時に、大丈夫と思って、でその1歳3ヶ月の男の子がね、もうずっと泣くの、泣き止まなくて、こうだからお母さんまともにご飯も食べれなくって、で私もその男の子をちょっとかわいそうだったからね、友達が抱っこさせてもらったんだけど、まあ男の子がめちゃくちゃ重たくて、もう5分もね耐えられないくらいだった。で2人目もお腹にいるから、もう体力勝負なわけじゃないですか。お母さん顔真っ赤だしね。でも子供に怒ることもなくって、もう見ててね、こっちがねもう泣きそうになるぐらいね、私にできることない、なんかないかなとかって思って、もうとりあえず私はもうギューと抱きしめてあげたいなって思いました。はい、まあ、今度はね外食ではなく、その子の家にね私が行くべきだなと、なんかこうその子に対して気を使えなかったのが本当にごめんなさいっていう感じです。でもママ強しですね。私もいつかママになった時はその子を思い出して頑張りたいと思います。以上、ギュギュッとしたくなる瞬間でした。さあ、そろそろお時間なので、本日最後のコーナーに参りましょう。ひゃんちゃんミュージック。本日はクリスマスということでですね、この曲にチャレンジしたいと思います。それではお聴きください。サンタが街にやってくる。You better not cry, you better not pout, I'm telling you why Santa Claus is coming to town.
and checking it twice. I'm gonna find out who's not your nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you are awake. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry. Better not part. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you are awake. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry. You better not part. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. ありがとうございます。ジャズバージョンということでね、初めてのチャレンジでしたけども、いかがでしたでしょうか。以上、ひゃんちゃんミュージックでした。先ほどね、韓国の話でオージュンソンさんのねボイトレの話をしましたけれども、1時間ちょっとでね私の声が出るようになったりとか、こう歌い方とかね変わったんですけども、まあ、普通のボイストレーニングとかだとこう結構商売でやっている方がまあ多いから、1時間あれば上達するものをこうなんていうか何ヶ月も伸ばしてやったりとかねする人も多くて、こうなかなか上達しないんですって。で、時間もかかるしお金ももったいないから、こうだから韓国に来た時はね、こう自分が無料でボイトレをしてあげるって言ってくださったんです。ありえないですよね、どんだけ素晴らしい方やねみたいな。で、まあ、韓国に行く交通費考えたら、まあ、いい勝負なんだけど、やっぱりすごい方にね、まあ、伸びたいなと思うし、これをきっかけにもっともっと韓国に旅行行ったりとか、韓国についていろいろ知れるきっかけになるからいいかなって思います。なので皆さん、これからのキムヒャンジの進化をお楽しみに。練習頑張ります。ちなみにですね、今回、食べた美味しいご飯たちの、ね、写真をブログに載せているので、ぜひ見てみてください。まあ、買い物が、ね、全くできなかったから、今度行った時は服とか、ね、化粧品とかをいっぱい買い物したいなと思っております。さて、次回のひゃんちゃんは1月8日日曜日20時から20時半です。なんと来年なんですよ。2017年突入ということで、鳥年ですね。なんか去年も鳥だったような感覚なんですけど、次回のひゃんちゃんのコーナーはですね、2017年の抱負、ひゃんりのおすすめランキングの2本です。皆さんのですね2017年の抱負を教えてくださいというコーナーです。さあ、それではメールの宛先です。 mail@wallop.co.jp mail@wallop.co.jp、当日の18時までお送りください。ちなみにですね、今年私の1年の、漢字は認認めるということです。まあ、自分の夢を再確認できたし、どんな自分も認めてあげることがやっとできたなと思います。さてさて、今年お送りしてきましたひゃんちゃんはここまでです。また皆さん来年お会いしましょう。1年間ありがとうございました。それでは良いお年を。バイバイ、アンニョン。